くの著名人、芸能人を鑑定してきた占い師、星ひとみがフジテレビ系、突然ですが占ってもいいですか？水曜、午後 10:00 に、29日放送会から出演する。同番組は、街の人に突然、占いを持ちかけて、その場で鑑定を行う様子を撮影するというもの。星は木下レオン、プリアディスレナに続く3人目の占い師になる。星は目黒区、学芸大学で占いを刊行。ある女性には、運はすごく強い。別の女性には、あなたは人生に疲れている、と告げてから、11歳に起こったという出来事がそのきっかけだと指摘、今後へ向けた提言も行う。めっちゃ怖い、とリアクションする人も出た星の占いとは。星は出演に際して、悪い占いは外してほしい。出てきた結果を踏まえて、戦ってほしい。悪い結果だったら努力して、いい方向に持っていってほしい。いい結果だったら、さらに良くなるように努力してほしい。白い紙に名前を書いてもらうときに、もう何を求めているのかまで大体出てくるので、それを元に幸せに導けたらいいなと思っています、とコメントしている。占う様子の VTR は、沢村一樹、水野美紀、みちょぱの3人が見守る。